この中ではまず原発の被災地域について住民の帰還など復旧から復興に進むことが必要だとしましたこのため居住制限区域と避難指示解除準備区域については2017年3月までに全ての避難指示を解除し住民の帰還を可能にするよう求めていますただ避難指示の継続が見込まれる帰還困難区域は 引き続き地元とともに検討するとなりました自民党は今月中にも提言をまとめ政府に申し入れる方針です